はい、ちくわです。今回はミートというゲームをご紹介します。このゲームはこのようにね、農場をどんどん育てていって作物を収穫していって、ゲーム内トークンを獲得していって仮想通貨を稼ぐ NFT ゲームとなっております。で、稼ぎ方としては、まあ、やはり、途中をどんどんまず大きくしていって作物をいっぱい収穫すると、こういうことによって大きく稼げる可能性があるゲームになっております。でね、非常にほら土地がものすごい、これねめちゃめちゃ広いんですよ。これほらこんなにいっぱい広くて、まあね、レベルがどんどん上がっていくとこう土地がどんどん開放されていくと。でそうするとね、こう大きくね、こう農場が広がりますので、でそれでね、いっぱいこの作物を収穫できるようになっていくということですね。すんごい広いですよね。いろんなこう要素がありそうですけども。で、このミートはまだねテストプレイ中でして、でまだね、このゲームで稼ぐことはできません。で今私この左上の方にね、こちら NFT がいるんですけども、これはテストプレイ中なんで、農場のこのファーマーというね、NFT キャラクターを1体もらいました。ただもしかしたら正式にリリースされたら、このね NFT のこの農場ファーマーをまずは初めに初期投資として、購入をして、それからではないとプレイできなくなってしまうのかもしれません。で、ゲームの流れとしては、まあ、まずこのようにね、作物を収穫どんどんしていってハーベストと、で収穫をするとこのね、自分のどんどん経験値が溜まっていく。で、空いてるのともったいないんでガンガン農作物をこう作ってあげる。これが小麦か。で、今度こっちが大麦ですね。こちらね、レベル5って書いてますんで、あとね、レベル1上がれば私は、こちらの方の農場がどんどん開けていくと。こういうことですね。で、基本的には、ここにね、クエストボードみたいな、このオーダーか、オーダーがあるんで、これをどんどんこなしていくと。こういうことですね。ガン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 この辺をこなしていく。このね、暴走自動車がすごいですよね、これ。これ、ね、周りにね、結構人がいるのに、ガンガン関係なしに暴走しながらね、アイテムを売ってきてくれます。で、一瞬で帰ってくる。人とかめっちゃめちゃ近いけど、これ。とんでもない勢いで物を売ってきてくれます。で、小麦がまだね、こういっぱいあるんで、こういうのをガンガン売ってくれると。で、あとは作物を育てている間に、こっちの方にね、卵を作ってくれてますんで、で、これもね、パターンって倒れちゃったんですけど、これね、ほら、I'm hungry って、お腹が空いてるんですよ。なんで、これをあげますよと。これもあげますよと。ただ、小麦がなくなってしまったんで、こっからハーベスト。で、収穫して、小麦を、はい、食べなさいよってやると、ここで卵を作ってくれる。で、卵も結構ね、10分ぐらい時間かかるんで、まあ、気長に待ちながら、また小麦を栽培する。で、ここで卵を作ってくれたり、あとはね、なんかこう、いろんな牛小屋とかもできて、ミルクとかも作っていけるようですね。で、どんどんこう街を大きくしていくと。で、基本的にはこの左側のね、この指のマークのところにあると思うんですけども、これでまず何をしなさいよっていうのが書かれてるんで、まあ、そんなにね、英語なんですけど、まあ迷うことはないかと思います。でね、今私今度このスティールって書いてあるんですけど、これね、友達からなんかの、アイテムというか農作物かなを盗むことができる機能があるようですね。なんで私このジェシカさんからスティールってやると、はい、これはジェシカさんの町に来ました。
そうすると卵、これ卵もらえんだこれ。あ、卵今1個だけもらいましたね。でもう1個もらう、もう1個こう もらうというか盗むんですけど、もう1個盗むとなるとゲーム内のトークンが必要になってしまうと、こういうことですね。これで卵を1個盗みました。卵を1個盗むってなかなかハイリスクローリターンですけどね、これ。もうとりあえず卵を盗む、まあそういう盗むという機能もあるということみたいです。作ったのはどん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 収穫をすると、そうするとトレーディングビスカルリー will get some、 いや分からんけど、ビジネスマン、ビジネスマンという人が出てきて、なんかよう分からんけど、これでさっきのジェシカさん、これジェシカさんとこれで鮮度ってやると、なんかこう建築資材のような木とかブロックとかペイント、セメントなんかをゲットしました。このビジネスマンはそういう建築資材とかをもしかしたらくれるのかもしれませんね。でまた時間によって小麦とか人参をあげるとまた建築資材をくれるのかもしれません。で今私おそらくね、もう荷物がいっぱいなんですよね。こう荷物をどんどんこう売らないと資源をね回収できないんで、ガンガンまずは売っちゃいます。こういうの売っていくと、そうすると荷物に余裕ができるんで、これで回収ができるはずですね。はい、でガン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 作っていく。お、人参が作れるようになりました。なんで人参も作っていくと、でレベル5になったんで新しい土地、新しい農場をアンロックできますよと。でこっちではパンを回収したりとか、でこのパンもね小麦をこう作ることによってパンを作ってくれます。これも時間でね作ってくれますね。でこっちのこれは何だ、これファストフードショップ、なんかコーンポタージュのような、この辺もこれも小麦、これ大麦かで作ることができます。でどんどんこのチェックマークのところでいろんなものをどんどんアンロックしていくと。お、でビジネスマンがまたなんかこれをくださいよって書いてあるんで、これを渡すと、人参も渡しちゃえで売る。そうすると、あ、やっぱりそうですね、建築資材をまたもらえました。結構待ち時間もありそうですけど、やることが多いんでそんなにこう待ち時間もなくサクサク進めることができます。であとは、あ、まあこの右下の方にねファクトリーというので、いろんなデイリーファクトリー、シュガーファクトリー、ストリートバンダースかな、サラダバーとかスナックファクトリー、いろんなものがありますね。こういうものをどんどん作ることができると。であとはファーミング、ピックファーム、ハッピーオーチャード、サンシャインオーチャードなど、いろんな農場を作ることができると、まあ、このようにしてねどんどん町を大きくしていって農場を広くしていくと、こういうことによってゲーム内トークンを稼いでいくことによって、仮想通貨を稼げるようになるんだと思います。でまあね、冒頭でもお話ししたようにこちらのゲームはねまだテストプレイですので今は稼ぐことはできませんけども、こちらのね、ゲーム今のうちに触っておいて、慣れておくことで、先行者有利としてね大きく稼げる可能性もあると思いますので、テストプレイ中のうちにね、ゲームの流れをつかんでみてはいかがでしょうか。まあ非常にね、街も本当に大きくて、これからどんどんレベルを上げていってもね、やり込み要素はこう十分にありそうなゲームですので、結構楽しそうなゲームになっていると思います。はい、
ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。